全部に身を置くっていうことが資産を効果的に大きくしていくためのポイントになってくるから、要は安定した堅牢な資産をね作るってことに俺は大事なポイントだったっていうのはやっぱり思うよね。36まで俺はずっとサラリーマンやってたから時間ありました。そんなに簡単24時間寝ずにやればいいんだよ。皆さんどうも、不動産兄貴の小林大輔です。小林さん、はいよ。ちょっとぶっちゃけたこと言っていいですか何ぶっちゃけたこと、なんだよ。小林さんめっちゃすごいってのは分かってるんですけど、手取り18万円だった会社員だった時から、どういう風にそうした30億円を築き上げたのかって、未だにちょっとまだイメージ湧いてないんですよ、ぶっちゃけ言うと。なるほど。結局どういうところを意識したというか、何がきっかけなのかちょっと教えていただきたいです。なるほど。結論から言うと、まずね、自分の好きなところからスモールビジネスを始めたっていうのは一つな。そこからスタートして、この金持ち父さん貧乏父さんのさ、クワトラントっていう概念があって、この概念を適切に理解して、あとは時間を味方につけたっていうことが、まあ、一番大きいわな。概念が高度すぎてあんまりイメージがぶっちゃけ覚えてないんで、小林さんとあの過去にやっていただいた時系列のことに詳しく教えていただきたいです。 OK、 今回はね、総資産30億までに至った投資術と財テクについて徹底解説していきたいと思います。お願いします。はいよ。小林さん、先ほどクワドラントっておっしゃってたと思うんですけど、あれどうなんですか？クワドラントっていう概念はさ、金持ち父さん貧乏父さんっていう投資の世界ではもう世界的にヒットしたバイブル的書籍があって、労働者、自営業者、投資家、経営者って言ってさ、あの4つのクワドラントっていうものがあるんだよね。全ての実はクワドラントにはさ、全部特徴と利点みたいなものがあってね、この特徴と利点っていうことをまず理解しなきゃいけないっていうところが一番大前提になってくる。なんていうか、領域っていうんですか、役職というか、立場だね。で、俺なんかで行くと、フジロック勤めてて従業員として働くのが労働者だわな。で、一方で自営業っていうのは、例えば俺はまあもともとさ、ヤフーオークションでさ、ラジコンを売ってレストランのビジネスを始めたりとか、不動産買ってそこでみんな困ってるのを、まあ要はセミナーにしてさ、解決策をしているって、これ自営業じゃん。セミナーのビジネスとかね。じゃあ投資家って何かっていうと、要は自分で買った不動産を入居者入れて家賃もらうっていうのが投資家だし、経営者っていうのは、例えば俺なんか今グループ会社が7つあるんだけど、全グループ会社の要は別でちゃんと社長がいて経営のアドバイスをしたりとかする。で、そこで価値提供して上がったリターンをシェアをしていくっていうのが、まあ経営者だったりするからさ、この4つの立場っていうのを適切に理解をするっていうところと、時間を味方につける、いきなりは何でもできないからさ、やっぱり10年単位の人生設計っていうものをうまくマージをしたっていうところが一番大事になってくるよな。わかりました、一つを特化させようではなくて、それぞれで統合的にちょっとこうやってたっていうのが小林さんの過去の経験ってことですね。実は兼業っていう言葉が一番マッチするんだけど、金持ち父さん貧乏父さんってさ、書籍読んでもらうと分かるんだけど、労働者と自営業っていうような左側のところから右側のさ、投資家と経営者っていう方に行きなさいって論じてるんだよ、あの書籍の中では。要は労働者とか自営業はずっと自分でやんなきゃいけないでしょと、投資家とか経営者自分でやんなくていいでしょっていうふうに論じてるんだけど、俺それ間違ってると思っててさ、実は労働者でいながら自営業もやって、自営業をやりながら投資もやって、俺は投資もやりながら経営者もやってた。すなわちこの4つのクワドランド全てに身を置いてたんだよ、実はね。だからどれか単一ではなくて、複数のクワドラントに身を置くことによって相乗効果が生まれて、実は圧倒的に価値提供のスピードとかさ、額ってでかくなっていくから、そこが一番、まあ、俺が全くのゼロからこの20年で総資産30億っていうようなものを作った、まあ、秘訣であるということは言えるよな。ありがとうございます、ちょっとその兼業についてもどういうふうにやってたのかも踏まえて、経験を教えていただきたいです。 OK。 まず
ず一番最初にやったのってさ、普通にこうサラリーマンになるでしょ。やっぱり忙しいわけですよ。で、余暇を使うにあたって自分がホッとするもの何かって考えた時に、俺中学高校ですごいラジコン好きだったんだよね。でもっと言うと小学校の時が好きでさ、買ってもらえなかったものがあるわけよ。でその買ってもらえなかったものが社会人になって、例えば結構全国で出張行くじゃんね。例えば富山行ったりとかさ、神戸行ったりっていろんなとこ出張行くたんびに、地方のさ模型屋さんのタウンページで調べてさ、その模型屋さんに電話をして、昔ラジコン扱ってましたって聞いてさ、扱ってたって言ったら、倉庫に残骸残ってませんってあるかもねって言ったら、見に行っていいですかってさ、よくさ倉庫を漁りに行ってたって。そうなんですか。なんだけど、実際に俺が小学校の時に欲しかったこのワイルドウイルスってやつがあるんだけどさ、それが欲しくて探しに行くんだけど全然見つからないわけよ。なんだけど、ある日俺の家にインターネットが開通してパソコンが入ったんだよね。でその時にヤフーオークションを立ち上げてみたら、もうねびっくり、まさかのさ、俺が全国津々浦々めっちゃ探してたそのワイルドウイルスの見組み立てがさ、流通してるわけ、ヤフーオークションに。でも俺それでインターネットってすげえなって思ったんだけど、当時1万5000円ぐらいで親父が買ってくれなかったものがさ、だいたい5万円ぐらいで見組み立てでプレミアがついて売ってるわけ。さすがに当時サラリーマンだったら小林少年はだな、あの5万円の見組み立てを買う力はなくてね。一方で壊れた中古品なんかは8000円とかで売ってたんだよ。でそれを2台落札して分解して洗浄して1個組み上がって完成してもう走らせた時には感動よ。ああ、これが俺小学校の時に欲しかったやつなんだっていうね、思い出をもう一回おさらいするわけなんだけど、これ部品が余るじゃん。でもう1個落札したらもう2台できて、ヤフーオークション出品してみたらさ、利益が出てさ、俺が買ったやつがタダになっちゃったんだよ。欲しかったものがタダになったから、コレクションがタダになるわけでしょ、利益が出て。でそこから1年間めちゃくちゃたくさん落札して直しては売ってっていうラジコンのリビルトのビジネスが始まったんだけど、1年間有給とかさ、正月とかゴールデンウィーク全部使って、あと平日のね就業後だよな、家帰ってから全部使ってやって、ほんとね5台まとめてバラしてさ、洗浄かけて ABCD ってこうグレード分けて、 A グレードは自分のもの、 BCDE って全部もう一回直して売却するんだけど、工場だよね、いわゆるね、工場みたいなことやるんだけど、そう筆でな顔描いたりさ、あのデカール作ったりさ、それをやるんだけど、1年でだいたい年間売上が360万ぐらいで、粗利が160万ぐらいだったんだよ。これ結構すごくないですか。まあとはいえ本業で勤めながら当時手取り18万なわけじゃん。でそれ以外でだいたい売上360で、まあ粗利が150、60とかそんなもんだったからさ、これでは独立できねえなって思ったら、簡単に言うと。かといってじゃあ完全に手作りだから、あのスケールをさせるためにじゃあパートを雇うかとかって考えたけど、なかなか現実的じゃない。でそのタイミングでたまたま俺当時そのゼロックスの関連会社でさ、購買システムの営業をやってた。そこで実はあのまあ導入を決めたとあるさ企業の方と東海地区の支店に全部説明会に一緒に行くわけよ。その時にたまたま名古屋駅に、まあ、集合時間で早く着いたから本屋に寄ったのね。でその本屋に寄った時に実は人生の転機が訪れたのが、サラリーマンでも大家になる46の秘訣っていう藤山雄二さんって方が書いた書籍を俺はたまたま見たわけよ。これどんな話かっていうと、藤山雄二さんは大蔵商事っていうさ、もともと歴史のある財閥系の商社にお勤めだったわけよ。俺ももともと商社マンになりたかったからさ、読んだ本の中でその藤山さんが大蔵商事で新たに新規事業として不動産競売で買取再販事業を立ち上げるっていうような、まあ、中身だったんだよね。藤山さん自体自分の店に切って事例を作ったんだけど、由緒正しき大蔵商事我が社にいかがなものかみたいな話の一言で結局全部おじゃんになっちゃってさ、でその藤山さんはあの会社に片思いをしていたっていうことに気づくわけ。でその時俺もめちゃくちゃ企業戦士だったからさ、目いっぱいやってたんだけど、やっぱり不公平っていっぱい感じてたから、すごいこう相通ずるものがあったんだよね。この商社マンになりたかったってことと会社に片思いをしてるみたいなね。で結果的にその大蔵商事が倒産するんだよ。あの藤山さんはご自身のためにそのまま賃貸経営をまあ続けられて大きくされて、会社が潰れても全然平気だったみたいな話なんだよな。その本読んでやってみないと分かんないから、ちょうどああいうヤフーオークションとさ競売って両方オークションでしょ、まあ、だからちょうど RC のさラジコンのヴィンテージのモデルをさレストアするビジネスのスケールがなかなかできないなと思ってた時に、ちょうど600何十万あったから、それを軍資金にして不動産に参入したっていうのが、まあ一番最初の不動産のきっかけだよな。出会いと共感みたいなのもあってっていう、なんか結構タイミングが重なったって感じだ。そうだね。だいたいさめちゃくちゃ企業戦士でめっちゃ仕事楽しくやってる時に、たまたま書籍で読んだのがサラリーマンでも大家
さんになれる46の秘訣ってさ、だいたい大家さんになれるなんて思ってないじゃん。だからそのサラリーマンでも大家さんになれるっていうのが非常にまあミートしたし、立ち読みしただけだったんだよ最初。あ、面白そうって言って買ってマーカー引いて読んだ記憶があるよな、その本はな。まあそれが一番最初ね。まあそこからほどなくしてだな、物件を入札してくんだけど、紆余曲折を得ながらやっと不動産を買えるわけよ。ここで実はまた人生の転機が訪れるんだよね。で、もともとさ、愛知県の名古屋市に赴任してたじゃん。で、名古屋って、まあ支店経済って言ってさ、本店って少ないんだけど支店が多いわけよ。俺だって支店でこうやって赴任してたからね。転勤族が多いわけよ、支店経済って。で、そこですごい部屋を決めるためにめちゃくちゃ時間が限られてるのね。事例が出たら、グループ会社に不動産会社があって、いわゆる物件情報っていっぱい来てるんだよ。まあたくさん来てる物件情報を、これは見ない、これは見るってこう事前にフィルタリングしてたんだよな。で、それがどんなものかっていうと、LDK が広いかどうかっていうことはまず一つと、あとは実際に物件見に行って水回りが綺麗かどうかと、あと日当たりがいいかどうか、まあこの3つだったんだよ。だからバババッとさ、まあ見に行って今の3つに合致するところだけをまあ見てね、部屋を決めて引き継ぎに戻るっていうのは転勤族のまあ実態なんだけどさ。ってことは実際にそういう部屋を作ってあげたらさ、転勤族の人多いから決まるじゃん。で、もっと言うと最悪自分で住んだらいいかなって思って、その持ってた600万だか700万ぐらいの軍資金を全額ベッドで現金で買ったっていうのが27歳の時よ。不動産競売で55平米のチクフルの区分所有を買ったっていうのが一番最初になるよね。そもそも600万円はどうしたの？もともと大学出る時に200万ぐらい、まあ、貯蓄があってさ、そこから毎年サラリーマンで100万ずつ毎年貯めてたんだよ。そこでお金貯めたのと、あと RC のビジネスでもお金がまあ軍資金としてあったから、でそこで収益がまあ100万ぐらいあったっていう話だよな。それを合わせて軍資金にしたって話になるね。じゃあやっぱりその軍資金をまずそもそもスタートラインに立つまで貯めるっていうのが一つポイントってことですね。そうそう。で、冒頭で話した例のクワドラントの話になるんだけど、俺は勤め先でさ、ちゃんとまあ労働者としてまあ研鑽を積んでたわけよ。で、そこで培った調査分析能力、コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力で、この3つのさ素養を勤め先の仕事を通じて培うわけね。その培った要はスキルをベースに、まあ情熱さえあれば難攻不落のユーザーは落ちるって分かったからさ、それをもともと好きだったそのラジコンをね、それを直したら収益化できるっていうことが分かって、勤めながらその余暇の時間を使って RC のさ、ラジコンのヴィンテージモデルをレストアして販売するっていうことで自営のビジネスモデルが立ち上がるよ。勤めながら自営のビジネスモデルもやるわけ。これで2つでしょ。その状態から軍資金作って、ここで貯めたものとここで貯めたものを使ってこの不動産に参入した。これは投資家じゃんね、簡単に言うとさ。ってことはどういうことかというと、勤めながら自営もやりつつそこで不動産に参入したっていう形で、これで3つ完成じゃんね。実はそこで大きな人生の転機が訪れるんだけどさ。めっちゃ聞きたいです、うん、俺転勤族でさ、何回も引っ越ししてるし、もっと言うと大学の時から下宿で賃貸物件には住んでたわけよ。大家さんって毎月お金が入ってて羨ましいなって思ってたんだけど、実はそうじゃないっていうことが分かった出来事があってさ、不動産買うとさ、さっき言ったように、まあもともと 3DK の55平米の築フル物件、その物件を当時27歳とかのさ小林少年が競売で落札をするわけだ。 3DK の築フル物件を俺が転勤族で部屋を決めた時のように、いわゆる 3DK を 2LDK に変えて水回りを新しくして壁床天井記念する。で、まあ日当たりが良かったから、場所もね、名古屋の鶴間公園ってとこなんだ。まあめちゃくちゃ割と都心でさ、そこに物件買ったわけ。で、その時にもともとさ、リフォームなんかやったことないじゃん。なんだけど、やりたい部屋はもう決まってたから、ちゃんと図面でさ、ね、手書きでこれをやりたいって言って事前にたくさんの会社にファックスを送ったりメールをしたりだな、概算見積もりもらって。で、そもそも概算見積もりでびっくりしたのが、55平米の 3DK の物件を 2LDK に変えるだけ、普通の小さな工事なわけ。それがさ、なんとね、見積もりが一番高いところは330万から下を120万ってさ、200万以上の開きが出たんだ。何がいいか何が良くないかってその時わからないわけよ。ね、初めて買うわけでしょ。リフォームも初めてなわけだ。で、その中でじゃあ実際に現地で図面まで渡して説明してるのに、まさかの200万、車1台
済買えるぐらいの金額の開きがあって、何が正しくて何が間違ってるのかとかさ、どれを頼めばいいのかわからないでしょ。最終的にその46社にまあアクセスして、現地で6社ぐらい面談して、最後1社に絞ってお願いするんだけど、全く同じ内容で60万円で仕上がっちゃって、でその物件が利回り 20% で回ったっていうのが、俺が27歳で不動産を購入した一番最初の案件だったわけよ。60万円ですか？5分の1だね。すごいっすね。なんでそうなったんですか？まあ、簡単に言うと、建築業界とかこの不動産業界ってのは不透明だってことが分かったわけよ。不動産って住むか貸すか売るかっていうこの3用途に付されるんだけど、必ずこの住むか貸すか売るの間にリフォームってものは絶対必要になってくるのね。でこのリフォームっていうもので、実はね、今みたいに330万から120万で、安いの取っても120万だったかもしれない。それが実は半額で収まったと。要はそもそもリフォームコスト、すなわち最小品化のための加工で、ほとんどの大家さんがぼったくられてる、みんな困ってるっていうことを俺は痛感したわけよ。その時に、じゃあ自分自身が要は40何社も当たって現地で圧倒的な行動の量と質を担保してたな、最終的にその高い成果を成し遂げたわけでしょ。銀行とか持ってったらみんなびっくりするわけ。すごいねと、利回り 20% で回ってんのみたいなね。しかもリフォームの工事も言ったら、まあ大体100万ぐらいでしょ、120とかいい値段だと思いますよみたいな、それ60万でやったんですかみたいなさ、工事業者の原価ですよみたいなね。まあそんな話だったんだよ。でその時に俺はもう世の中の大家さんがみんな困ってるってことを、まあ、俺は痛感したから、大家さんのための満室経営実践会っていう、大家さん向けに俺が賃貸経営者、大家さん、不動産投資をする上でぶち当たった課題に対して、圧倒的な行動の量と質で、要は本質を捉えて、その本質をフレームワーク化し、メソッド化し、セミナーで有料でお分けするってことをやりだしたのが2005年なわけよ。このタイミングで勤めながらやってるじゃん、労働者だよな。で自営業ってもともと RC ラジコンのレストやってたんだけど、ここでセミナー事業が加わるわけ。簡単に言うと、まだ勤めてたんですか、この時？ずっと勤めてる。36まで俺はずっとサラリーマンやってたから。時間ありました、そんなに？簡単、24時間寝ずにやればいいんだよ。なるほど。そうだから、これ若かったからできたよね。だから簡単に言うと、土日と要は就業後っていう時間を使ってね、ラジコンやってたのが今度、まあ、セミナーになるわけだ。簡単に言うとセミナーがさ、2005年の話でしょ。だからもう20年近く前の話だからさ、いっぱい不動産持ってる人がさ、みんな困ってるんだよ。でもうたくさん人が集まってくれるわけ。セミナーやるとさ、感謝と感動いっぱいね、アンケートに書いてくれて、いわゆるセミナーの評価金額とかさ書いてくれるんだよ。当時は1万何千円とかでやってた。まあもともともう東京来た時にはもう5万円にしてたんだけど、それでもやっぱりさ、セミナーの価値は300万あるとかさ、感動して書いてくださる参加者の方々がたくさんいらっしゃってさ、俺は非常にそれが嬉しかったし、寝る時間がないからめちゃくちゃしんどいんだよ。セミナーを準備して皆さんが集まって、最初は司会から受付から全部一人でやるわけ。セミナーやってみんなをもうわーって驚かせるわけ。すげーな小林、すげーなってなるわけよ。基本的にリピート率8割だったからね。みんな遠いとこ来てくれてさ、青森とかさ沖縄とかから来るわけ。嬉しいじゃんそれはさ。まあそうやってセミナーを一つずつやっていくわけさ。でするともうやめようって思うんだけど、このアンケートを見たら、やっぱりもう一回驚かしてやるかって言って、ね、忙しい中さ、新しいコンテンツを作って、例えば建築コスト削減戦略セミナーとかさ、大規模修繕コスト削減戦略セミナーとか、現状回復費用負担リスク管理セミナーとか、まあ、いろんなさ、自分が賃貸経営で課題としてぶち当たったこと全部をフレームワーク化しメソッド化してセミナーコンテンツにしていったんだよな。それがもう2005年、俺の勤め先とは別での自営業っていう風になっていくわけで、まあ、当然不動産も買ってるでしょ。でそういう風に、まあ、俺の事業が始まって、そのタイミングで、まあ、約まあ650万ぐらいの物件を買ってたな。家賃収入が年間120万入るわけよ。でそこがやっぱりね、第一歩としては大きくて、さらにはさっき言ったように、その大家さんはみんな儲かってないってことは分かるわけよ。工事業者にぼったくられてる。で俺みたいにさ、高いレベルでの圧倒的な行動の量と質を担保できる強靭な精神力があるビジネスマンばっかりじゃないからね。じゃあどういう風にやって具体的にやっていくかっていうのを、プロセスを全部可視化して、この通りやったらできますよっていうようなセミナーを作ってあげたわけよ。まあ、するとやっぱり好評を博して、毎回リピート率8割で、その時の DVD コンテンツっていうのを一個一個さ DVD 化して、まあ、当然今でも実は商品としてあるんだけど、とはいえ一切通販をしなかったんだ俺は。要はセミナーに遠方から参加してくださる方だけに注文を受けて、まあ、入金してもらってから後日2週間ぐらい届くっていう風にして、
まあ普通だったらそこでさ、ネット通販でばらまきたいとかってなるんだけど、やっぱりさ、みんな本当に遠いとこから来てくれたんだよ。青森とか北海道とかね、もう毎回来るわけだったら、俺そういった人たちだけ助けるのはいいけど、会ったこともない人をさ、俺のノウハウで助ける理由がない。コスト削減ノウハウを、まあ、作ってさ、実践したら効果が出るわけ。やっぱり500万とか1000万とか、これ要は損する人が出るわけじゃん。工事会社今までぼったくってたのが取れないわけでしょ。要は俺の DVD 見てやったオーナーさん助かっちゃうわけじゃん。だけど俺助ける義理ないわけよ。会ったこともなければさ、貸し借りも何もないじゃん。でそれで、いや工務店困るのかわいそうじゃんみたいなさ、だったら俺は悪いけど、北海道とか青森とか沖縄とか大阪とかさ、群馬とか茨城とか全国から俺のねブログ見てメルマガ読んで勉強熱心にさかぶりついて来てくれる人は助けるけど、そうじゃない人は俺は助ける義理がないから、 DVD 通販しないんですかっていうことも一切俺はしなかった。今でも DVD あるけど通販してないからっていうのをまあ始めて、自分の自営業っていうものが始まった。まあこれ一番大事でさ、やっぱ俺たちみたいな仕事って評判商売なわけよ。セミナーやっていくとコンサルしてくれってなってくるの。クソ忙しいんだけど、だけどさ、熱心に毎回さ、足毛よく遠いとこ通ってさ、出る DVD 全部買ってくれてさ、懇親会も最後までべったり来てくれてさ、アンケートもすごいちゃんと書いてね、評価金額何千万とかさ、お世辞にも嬉しいわけよ。それって断れないじゃん、コンサルとかそこまであなたのこと好きって言われちゃったらもう断れないから、兼業でまあ要はコンサルテーションっていうのをやるようになったんだよな。これがまた自営業じゃん。でその後にまた大きな人生の転機があってさ、愛知県の江南市に1棟目を買うわけ。これ確か28歳の時だったわ。これがさ、ボロでガラ空きなわけ。12室、4室しか入ってないんだよ。4室しか入ってないんだけど、放置自転車が20何台あってさ、草ぼうぼうの木ぼうぼうみたいなね、あのお化けマンション買うんだ。でそれをだいたい中外含めて4000万ぐらいかかる大規模修繕工事を1500万に削減して、募集後1ヶ月未満に全室満室にしたんだよね。っていうのをまたコンテンツ化してセミナーやって、で自分の物件買ったらコンテンツ化してセミナーやってっていうのをこうずっと繰り返していって、そのタイミングで当初持ってた物件が650万でしょ。で1棟目初めて買った28歳の時に買った物件でだいたい6000万ぐらいだったはずだわ。6200かな、合わせちゃったけどさ、それで合わせたらもうもともと5000万っていうのは一気に超えちゃうよね。だから不動産で1個買っちゃったら5000万ぐらい普通にいっちゃうからさ。でそれもまあ当初 20% で回してたもので、その1棟目に買った物件もそのさっき言ったボロでガラ空きをさ即満室にする大規模修繕コスト削減戦セミナーっていうのを、まあ、コンテンツを作りながらもその物件は 15.5% とかで小売回りで運用したりね、いいものを安く作れば負ける理由がなくなるっていうことを俺は自分で実践して、それをやり方をフレームワーク化してメソッド化してセミナーで必要な人にお分けをするってことを、まあ、やり出してたわけだ、簡単に言うとな。でまあそこから、まあ、ずっとさ案件やっていくと、またコンサルティングやってくれって言われてさ、新築のねコスト削減やってくれとかさ、最初断るんだよ。俺は悪いけど規則体のノウハウがないと。断ってもまだやっぱりさ足毛よく頭下げてくる人がいたんだ。でまあじゃあもうしょうがねえよ、そこまで言われたらもうやるしかねえからって言って、まあその案件を受託して2年ぐらいかけてさ、当時ね本当リーマンショックの後でいいものを安く建てる環境があったんだわ。当然あのぼったくられてる人いっぱいいるんだよ。当時は本当にねデザイナーズマンションを坪30万円台で建てるための建築コスト削減戦略セミナー基礎編、企画設計編、実践編って言ってこう3回に分けて、案件も2年ぐらいかかるからさ、それをやっぱり実際にあったこと全部コンテンツ化していって、セミナーで有料でお分けして、で物件も立ち上がったら現場見学会やったりとかさっていうので、2005年に大家さんのための満室経営実践会っていう会を発起して、今でも俺はこの満室経営実践会の VIP 会員制度で会員さんを完全審査制で受け入れてるっていうことを今でもやってるわけよ。だから勤め先で勤めながらそこで培ってきた調査分析能力、コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力を使ってベースに情熱あれば何でもできるっていうことで、全然知らない業界の不動産というものを解析し、フレームワーク化し、課題を解決したものをコンテンツ化をしてセミナーで有料でお分けする。まあ圧倒的に海外でも価値の方が大きかったらさ、リピートするわけよ。だってさね、俺のじゃあ今ね5万とかでセミナーやってたけど、400万とか500万とか一撃で浮くからさ、安いじゃんそれって。だからそういったことも含めていただく対価の価値10倍で提供してたら、やっぱり行列のできるラーメン屋みたい
いにさ、もうスープ終わったからもうここで閉店ねみたいなこと言えるわけ。あ、お客さんちょっとタバコ吸ってもらうと困るんでとかって言えちゃうわけよ。もともとゼロックスの関連にいて、ゼロックスで親会社に転籍しようとしたんだけど、物がコモディティ化していくからコンサルテーション能力ってすごい要求されるんだよね。で、俺はかねてからこの営業部隊で仕事をしていて、営業がいらない価値提供を作りたかったんだ。要は俺がお客様を選ぶ。だからゼロックスの仕事そうじゃないわけ。いわゆる狙い先っていう、入れなきゃいけない大きな会社があってとかさ、守らなきゃいけない大きな会社、例えばトヨタ自動車とかシェアが 75% あるとかね、っていうようなとこに対して自社の価値提供を俺ら給料をもらって勉強できるわけでしょ。で、それを使って競合の牙城って呼ばれてるところにさ、足毛よく訪問してな、顧客接点作って、そっからさ関係性作って、最終的に役員プレゼンまで持ってくっていうことやっていくんだけど、これがまあ大変なわけ。で、俺はもういただく対価が10分の1なわけ。だから誰に時間使うか選べますからね。っていうのを、要は勤め先でいながら自分自身の自営で自分で設計したわけ。これが俺の満室経営実践会であり、今でもあるしね、今の60組の会員さんってのはこの会の VIP 会員と呼ばれてる人たちだからさ。だから労働者、自営業で不動産買ってったじゃん、一棟ものの物件、これ15、6で回るわけで、その後もう一棟買う、同じように 15、6% のものを買うわけよ。そのタイミングでもう1億何千万、総産はいくわな、2棟買うだけでさ。当時は本当情勢が良くて自己資金5、600万で買えたんだよ、昔はね。ここまで今みたいに不動産投資も一般化しなかったからさ、愛知県の江南市の物件でも土地の比率8割近かったし、でそういったものを買っていく中でボロでガラ空きだけ探してたら2年ぐらい買えなかったね。だったらこれもうずっと買えないから戦略転換しようって言って、要はそもそも土地での物件、土地に100に近かったな、おまけで上についてくるみたいな。要は5室以上空いたらさ、大規模修繕工事が安くできるから、もともと満室入っても1室空いて埋めるんじゃなくて、1室空いて待って、2室空いて待ってて、大家さんリフォームしないんですかって、や5室まとめてやるんですみたいなさ、で全部5室まとめて空いてからドコンってやったらガスンって安くできるわけっていうような、まあことをやって、大規模修繕コスト削減ノウハウとかさ、その自分自身が賃貸系でやりながらぶち当たった課題ね、その修繕コスト削減と設備機器の調達コスト削減とかさ、もっと言うとその今の賃貸契約、世の中にある賃貸契約書ってザルみたいなもんだからさ、仲介業者の業務遂行上スムーズに進むように設計されてたとしても、現状解約費用のリスク管理なんていう概念一切ないんだよ。簡単に言うと大家が全部損するような契約書しかないのね、世の中の。そこをちゃんと解析して全部作り込んでって、運用とかもさ、その日本の法務的な側面も全部確認して作ってったりして、まあセミナーにしてったわけよ。その流れでまあ31だよ ね、22で社会人になる、26、27で不動産始める、で28で一棟物買う、29歳の時に大家さんのための満室経営実践会始める、労働と自営のクワドランドができて、同時にまあ厳密に言うと投資のクワドランドに行くタイミングで同時に自営のクワドランドやってんだよ。これが結局その 98% の大家さんが儲かってないってことが分かった。これはなぜかっていうと、不動産は住むか貸すか売るかのこの3用途に付される間のリフォーム工事、最小品化の加工のためのリフォーム工事、みんなぼったくられて工事会社に食い物にされてるってことが分かったから、そこに自分自身が圧倒的な行動の量と質を担保して、ね、フレームワーク化してメソッド化した具体的なやり方を、圧倒的な再現性、圧倒的な効果、腑に落ちるロジックっていう、この3つのポイントに乗っ取ってコンテンツ化していって、セミナーで有料でお分けしてった。これが自営だね。でするとやっぱりコンサルやってくれって言われて、断れない方の案件だけやっぱりやってって、コンサルやってくとやっぱりでかいんだ、案件でかいからさ、やっぱり新築コスト削減案件とか、やっぱ普通に3000、4000ってボンってくれるわけだって、コスト下げるわけだから、コストを下げた上で成功報酬の何パーセントっていうような傾向になってたんだよね、当時ね。でそれを引くと自己資金もバーンって増えてくじゃん。でそれをまた不動産に入れてくって話なんだな。そうやってで、まあ、再生系をやってって運用やっていくんだけど、ここでまた人生の転機が訪れるわけよ。でこれがどんな話かっていうと、それこそ今うちの会社の本社がある愛知県の名古屋市の名東区ってとこにある物件を買う話になるんだけど、その頃にはその満室経営実践会の会員制度ってきっちり機能してたんだよね。でその中の会員さんからやっぱり物件紹介してくれって言われるわけ。もともとだって大規模修繕コストとか建築コスト削減のアドバイスをする会だったんだ。だけどその中でやっぱり物件欲しいとかさ、まあ、場合によってはその相続の対策で売却をしたりとか組み入れたりってしなきゃいけなくなってくからさ、その時に、まあ、会うたびに小林さんなんかいい物件ないですかって言って、まあ、紹介してくださいって言われた物件があって、でまあその方は俺の親父よりも1個上の年がいってらしたんだ。ってことは再生系とかまず無理なのね、馬力が必要だし手間もかかるってなった時には、きっちり資産になるもの何かっつったら、利回りが低くて資産性が高いものなの。それを人の金で買って時間をかけて支配してったら、要は少なくとも2億とか
なるわけじゃん。2億の物件買って同じ金額で売れたらさ、ね、再生系ってさマジで難しいわけよ。安く作るの難しいし、いろんな人を巻き込まなきゃいけないから、こんなのをさご老齢な方にやれなんてまず無理なわけっていうところで、これいいですよって言って実際その方も一緒に見に行ってさ、買い付けまで書いて小林さんお願いしますって言った後に、でもな小林さん20年後にな2億あってもなって、まあ確かになって思ったわけよ。まあ別に10年経って売却したら1億取れるんだよ、まあ、だったら俺が買いますわって言って会員さんが辞退した物件を俺が買った。でそこから要は利回り6とかさ7切るぐらいの物件で、今まで20とか 15.5 とかってやってたの急に半分の利回りやるわけじゃん。だけど実際にその利回りが低いものを持ってみたらよくわかるわけよ。入居者の質が全然違うしさ、客付けも超楽だし、その退去にまつわる現状価格の費用負担コストもさ、入られる方が上場企業の社員の方ばっかりなわけよ、そういういいところって。かたやその郊外の高利回り物件っていうのはさ、入る時に値切って出る時に値切ったり属性が全然違うってこともこれ持ってみて分かったわけな。でそこから要はあの資産性が高くて利回りが低い方が結果的に賢いねってことを俺は学んで、そこから全部資産性の物件ばっかりになっていくんだよね。でまあその流れでもう2億だからもう合わせて29でさ満室経営実践会発起してるでしょ。でその29の時にその愛知県江南市に一番最初のまあ物件を事例を作ってるわけよ。でその後2年後の31で愛知県一宮市の物件を買ってる。これがまあ6000万ぐらいだよな。で同じようなコピー&ペーストをしようとしたけど物件がないから2年買えなかったんだよね。でそこで要は放置してあくまで待つっていうのがこれが31の時さ。でまあその後にあのあれよ、満室経営実践会しっかりやってってグループ会社化していくんだよね。いろんなあのセミナーコンテンツの開発をどんどんローンチしていって、これもさその満室経営実践会の VIP 会の制度していくとさ、東大京大阪大名古屋大みたいなさとんでもねえ学歴で、もうそれこそあの三菱商事住友商事モルガンスタンレーとかドイツ銀行とかさ、超頭のいい一流のね企業人の方、そういった人たちがさこう俺のセミナーにもう足よく通ってくれてさ、でそうやってまあ会員さんになってくわけで、その会員さんの中で俺これができますあれができますっていう人が出てくるわけよ。でそれをまた価値提供をきっちり設計していってグループ会社をしていったんだよな、これがね。それがちょうど35ぐらいの時なの。このタイミングでクアドランドの概念で、俺当時まだ35ってサラリーマンだったから、サラリーマンで勤めながら要は自営のクアドランドはこの満室経営実践会のセミナーとか会員さん向けのアドバイザリーとかコンサルティングでしょ。投資家は自分で不動産をいくつか買ってるでしょ。簡単に言うとさ、経営者っていうのはこの会員さんが俺こういうことができます、じゃあ価値提供設計しましょうって言ってグループ会社化していったので、ここで全てのクアドランドに身を置くっていうのが完成するわけよ。そこから一気にシナジーがブワーッかかり出してさ、資産規模が拡大していく。で36の時に実は勤め先でさ、あの兼業申請ってずっと書いてたんだけど、兼業申請が通らなくなって本業に専念してくれって言われて退職するんだよ実は。だから27、8から36ぐらいまではずっと兼業で、俺は労働者のクアドランと自営業のクアドランと、でいわゆる投資家のクアドランと経営者のクアドランと4つに身を置いてたんだよね。で、まあ、コンサルテーションしながらさ、それこそ新築コスト削減のねコンサルテーションとか、大規模修繕コスト削減のコンサルテーションとかさ、ちょうどゼロックスを退職後期にも完全会員制に移行するわけよ、満室経営実践会をさ。でそうそう、36の時に会員制に移行して、その38の時にその要は資産性の物件にシフトしていくわけよ。会員さんがね紹介してくれっていうから紹介したら、まああの年齢も年齢だし20年後に2億あってもしょうがないなっていうか、じゃあ僕買いますよって言って買ってみたら全然中身が違った。そこから要は再現性を考えた時に、ね、そもそもさ圧倒的な効果、圧倒的な再現性、腑に落ちるロジックってこの3つが大事だからさ、不動産投資を通じた資産形成も全く一緒で、再現性がないようなことっていくら教えてもしょうがないわけよ。だからもともとセミナーってずっとそのコスト削減とか大規模修繕のコスト削減って、そのさっき言った圧倒的な効果、圧倒的な再現性、腑に落ちるロジックってこの3つが要はちゃんと担保できるように、レジュメページ数160ページとかさ4時間半とか5時間にわたってその講義していくんだよ。この通りやったら絶対できるってなってて、だからこうやって8割の方がリピートしてすごい好評を博してくれたんだけど、これ不動産のね通じた資産形成も全く一緒でさ、要は誰しもがそれを通じて資産をできなきゃいけないってなった時には、安く買って高く売るっていうキャピタルゲインの投資はまず難しい。で一方でじゃあキャッシュフローを作るのもさっきみたいに再生
定型で利回り15とかっていうのは誰でもできないでしょ。で一方でじゃあ現金で買っちゃったとってさ、資産自体は通帳にある5000万が不動産に変わるだけだからさ、簡単に総資産変わってないじゃん。で要は動かなくなっちゃった上にちょっとずつさキャッシュフローで戻ってくるだけだから、これも間違ってるってなった時に、この再現性ってこと考えたら、同じ金額で売れるものを人の金で買って人の金で返して時間をかけて自分のものにしていくってことだったら誰でもできるでしょ。再現性を担保した形での不動産をついた資産形成の方法がこの資産形成のセオリーってことになってさ、で実際自分も資産性の物件を買ってみることによって、これはもうトヨタ自動車の従業員が住宅用地として欲しい場所だから、むしろ今買った時より実は坪単価上がってるんだけどね。だから俺がいつも言うように下がらないとこに買いなさいっていうようになったのは、原体験から再現性を担保して不動産を通じて資産を作っていくために要は編み出した戦法がこの資産形成のセオリーってやつよ。で38で資産性の物件買うんだけど、ちょうど36ぐらいからその動産にも分散保有しだすんだよ。でそれがまあ分かりやすく言うと車だったりとか時計だったりとかの動産ね、不動産じゃない動産に分散保有をするようになって、まあちょっとずつさ増やしていくわけよ。分散保有だからね。でその流れの中で不動産の方はその後ね、名東区で2棟買ってだいたい3億5、6000かな、2つ合わせて、でその後に東京の目黒区に買って、これが 2.2、3億だったはずだわ。でその後東京都の世田谷に3棟買って、今だいたい総資産が30億、不動産が14億、借り入れが12億弱だな、で金融資産が6億5000万、動産が9億5000万ぐらいあるっていうような、まあ、状態が20年かけて出来上がったってことになる。私さ、うん、勤めながら4つクワトランとこうやってったっていうのがもう衝撃すぎてなんで衝撃やらないとなっていう。なんで衝撃なの。勤めるものは勤めで、勤め終わってから投資みたいなのがなんかこう一般的な考え方な気がしてるんですけど、うんうん、まあ、それ同時にまずやるっていう考え方でいくとやっぱ負けないですよね絶対、うん、あの一番大事なのはこれ1個だけじゃリスクがあるんだよ。だから1個じゃなくて必ず2つとか3つ見置くことなのね。だから世の中一般的な人ってさ、これ例えばじゃあお勤めされてる方でも早く右に行きたい、早く経営者投資家になりたいって言って辞めちゃう人いるんだけど、これめちゃくちゃリスクがある。基本的に不動産ってさ、あのそもそも軍資金を要は入れて買うんだけど、買ったら軍資金って減るわけよ。補充しなきゃいけないのね絶対ね。だからね必ず全部に見置くっていうことが資産を効果的に大きくしていくためのポイントになってくるから、冒頭でも話したけどさ、クワドラントっていうものの特性をまあ理解するにあたっては、時間を味方につけてね、まあ、10年単位当然人生設計を踏みながら、それを戦略的にこの一つずつさポジショニングを取ってって最後全部に身を置くっていうのが一番リスクヘッジになるんだけどね。ここがね、まあやっぱりその世の中で言われている金持ち父さん貧乏父さんをみんないろんな解釈をしてるんだけど、俺はそもそもロバート清崎が言ってることですら日本にマッチしてないと思ってるからさ、だからやっぱり実際に俺は金持ち父さん貧乏父さんに書いてあるクワトラントを日本なりに最適化したものが俺が今やってきたことであり、俺は兼業申請っていうのをね、あのちゃんと申請取ってやってったけど、最後兼業が認められないって言って、まあゼロックスやめたんだよ。経団連がさ副業解禁してるでしょ。だから今論じているそのクワトラントに複数身を置くこと、もっと言うと全てに身を置くことっていうことこそが実は圧倒的に財を成すっていうことがまず一つと、あとやっぱり20代から30代の準備をして、30代から40代の準備をして、俺なんか今40代でしょ、だから50代の準備を今からするっていう、この時間を味方につけるっていうこの2つこそがやっぱりね、要は安定して堅牢な資産をね、あの作るってことに俺は大事なポイントだったっていうのはやっぱり思うよね。めちゃくちゃ刺さりました。ちなみに小林さん、今後のお金の使い道ちょっと教えていただきたい。いい質問だね。もうね、特段そのリスクを取るか、まあ、必要がないわけよ。俺ぐらいのステージになっちゃうとさ、物件だってさ、俺戦略的に買いに行ってるわけじゃなくて、もう長年やっていくと金融機関との関係性とか物件持ってきてくれとこの関係性ってやっぱり長いことあるんだけど、これどうやって関係性を構築してきたかっていうと、例えば不動産なんかでもさ、当然うちは60組の会員さんがいて、物件をやっぱり組み入れていかなきゃいけない
人っていっぱいいるのね。で俺はもういつも乗ってると都心一択だから、ちょうどこの間もあってね、三軒茶屋のさ徒歩12分で土地値比率110%って物件を組み入れてあげたりしてるんだけど、なんでそういういい物件が俺のところに集まるかって言ったら、俺がさ見に行って買うって決めたら誰か買うんだよ。基本的には優先して会員さんに紹介してあげるんだけど、会員さんが融資がつかないケースがある。そういう場合は俺が買ってくんだ、簡単に。だから俺物件増えてってんのは、実は会員さんに紹介して会員さんがローンブレイクしちゃったとかさ、会員さんが当てにした金融機関がうまいこと取れなかったっていう時に俺が全部買ってるから、で最悪俺がセーフティーネットみたいに動いてるから、実際に機動的資金1億入れたりするケースもあるんだよ、簡単に言うとさ。だからまあそういった形では、まあ今まで要はやってきたことからベースになっていって、ずっとその資産性が高い物件なんかも俺がわざわざ探して買いに行ったわけじゃなくて、会員さんに紹介して会員さんが買えなかったら俺が買うみたいなさ、ってなったらセーフティーネットとして機能してるから物件情報がガンガン集まるし、金融機関もさ俺がやるっつったら絶対に融資実績落ちるわけじゃん。あのグループラインが、融資相談グループがあるぐらいもう関係性が深くてさ、その担当なんかさ金融ジャーナルに乗っちゃうぐらいの成果出しちゃってさ、っていうぐらい、まあみんな出世が確約されてるわけよ。だからそういうようなことも考えたら、今やってきたことっていうことをこのまんま継続をするっていうお金の使い方になるから、俺は少なくとも俺を必要としてくれてる会員さんが今60組いるからさ、その方々の要はなりたい自分になるっていうところに俺および俺の仲間たちができることをきっちりやっていってさ、一生関わるつもりで俺は受け入れるわけよ。まあ裏を返せば一生関わるつもりのないような人に使う時間がないんだよね。もう関わる以上俺お葬式まで行きますってみんなに言ってあるから。だからもう次の代のね娘さんとかとズームしたりとかさ、不動産ってロングレンジだから、次の代の事業の承継も含めてやっていくわけよ。だからちょっと物件あのいいの買いたいですなんて来る人に使う時間全くなくてだな、あの代々よろしくお願いしますって言われてるような人しかいないからさ、その方々がちゃんとなりたい自分になれるように、俺は今まで培ってきた力をね、当然財力もそうだよな、でもこの財力ってやっぱり会員さんがいて喜んでくれたから俺がこう財をなせたわけよ、簡単に言うとな。だからそこはやっぱりね、今まで通りきっちり俺が必要とされるっていう方々に対してできる限りのことをやる上でコミットするために必要なお金の使い方を今やってるからさ、これも変わらないよね。なるほどですね、ありがとうございます、うん、でも基本的には今と変わらずにっていうところですね。あとはもう健康で長生き、これが一番仕事だよ俺の。ありがとうございます。今日の動画のまとめです。今日はね、全くのゼロから資産30億円を20年かけて構築した投資法とかね、財テク、まあこれ結論から言うと、やっぱりね、経験を価値提供に変えなさいって俺はいつも言う。まあ自分の転機となったのは、もともと好きなことをスモールビジネスに始めて、その上でクアドラントの概念っていう話が出て、労働者勤め先っていうのもすごい勉強になるし、勤め先ってね、お金をもらって勉強する専門学校なんですよ。給料をもらって、そこで会社の看板を使っていろんなところでさ勉強させてもらえるわけでしょ。でそれを使って培った調査分析能力、コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力を使ったベースを、情熱さえあれば何でもできるっていうことがまあ分かってさ、その上で自分の自営業を立ち上げる。俺は最初スモールビジネスはたまたまさ、ラジコンの部品が余ってたから直して売ったら、利益出んじゃんから始まっててさ、そっから事業がスケールできないぐらいまで徹底的にやり込んで、たまたまそのね、不動産っていうものに出会った。で株価為替か不動産でいくと、株価為替ってさ競合が賢いからさ、不動産は半径500メーターのじいちゃんばあちゃんが競合だっつって、でまあ俺もその通りだなと思って、ちょうどヤフーでさ競売とちょうど一緒だからもやってみたら、世の中の大きな課題があったわけよ。ほとんどの大家さんがこのリフォームコストの削減ってめちゃくちゃ難しくてさ、みんなぼったくられてるっていうような実態に俺も直面したし、俺も最初分かんなかったよね。でそれをやっぱり労働っていうクアドランド、そのゼロックスで勤めてきた調査分析能力とかコミュニケーション能力で使って、いわゆる不透明なリフォーム建築の業界だよな、あと不動産の業界っていうものを、業界構造と彼の思考実態っていうものを解析をしていってたね、まあ、本質を捉えて課題解決をしたものを経験を価値提供に変える、すなわちコンテンツ化して困ってる人に届けたっていうようなところがやっぱり大きいからさ。
不動産やってもね、自己資金使っちゃったらなくなるんで、不動産だけでスケールするのって非常に難しいんですよ。よほど軍資金がないとしんどいね。まあ最低5000、もっとよく言えば1億ないと難しい。うちなんて今ね、プライベートバンク用で5億円ぐらい軍資金ないと受けてないからさ。だからそれ考えたら、絶対にこの経験を価値提供に変えるっていうのは、ライフシフトって本を前に紹介したんだけど、100年時代の人生戦略って言って、従来みたいに勉強して、労働して、引退っていうこの3ステージが、長寿寿命化することによって2人に1人100歳以上生きるってことになったマルチステージ化していくっていう風に書いてあるわけですよ。ってことはどういうことかっていうと、定年がなくなるわけだから、やっぱり自分自身が培ってきたスキルでもって、自分自身が好きなこととかね、世の中が困っていることっていうことを、まあ自分が行動の量と質を担保して解決した内容をフレームワーク化してメソッド化してコンテンツ化するってことは、生涯実はできる価値提供になるわけで、なので不動産を通じた資産形成もすごい大事なんですけど、実は事業系寄りで、この事業系をやるためにはやっぱりお勤め先のお仕事、やっぱり圧倒的にパフォーマンスが出ないと、そもそもそれができない人って他のことはできないんで、やっぱりね、目の前のことから逃げずに、目の前のことに対して真摯に向き合って徹底的にねやり込んで、本質を捉えるっていうようなことをやっぱりやっていただくことによって、スキルとか達成した経験っていうものは絶対にこの投資に生きてくるんで、ぜひクアドラントの概念に適切な理解をしていただいて、労働と自営と投資家と経営者、こう全部に身を置くことこそが、リスクも当然ヘッジができてシナジーが大きくなっていくんで、再度今日本編を見返していただいて、ご自身の人生設計とこのクアドラントっていう概念とうまく当てはめて、ぜひね気づきを得ていただけたらいいと思います。ありがとうございます。はい、今回も動画を見ていただきありがとうございました。このチャンネルでは、不動産投資で損をしないための情報を、今まで培ってきた経営ノウハウを体系的に発信していきます。チャンネル登録、高評価、コメントしていただけると嬉しいです。次回の動画でお会いいたしましょう。またな。ちなみに小林さん、そのセミナーのなんかノウハウとかってあったんですか？いい質問。勤めてたゼロックスって会社は、レジュメを作ってプレゼンテーションするっていうのが日常茶飯事なんだよ。だから、まあ、会社の文化だよな。ナレッジマネジメントって言葉があるんだけど、ドキュメントっていうものを人の意思っていう風に定義づけててさ、それを紙に載せるとか音に載せるとか何でもいいんだけど、いずれにしてもさ、意思の疎通、すなわちコミュニケーションとかプレゼンテーションっていうものは、非常に我々はもう新卒時代から徹底的に叩き込まれてたな。プレゼンテーション能力とかコミュニケーション能力にまつわるさ、研修ってめちゃくちゃあるんだよ。だから裏を返せば、プレゼンが上手で資料が上手いやつが、数字がいかなくてもたまたま調子が悪いんだなって思われるんだよな。で、逆にプレゼンが下手くそでレジュメが下手なやつって、数字いってもまぐれじゃねって思われちゃうんだよ。だからそれぐらい、実はこの会社の中の文化として、ドキュメンテーション能力って言うんだけどさ、プレゼンテーションのさ、資料を作ってね、みんなの前で効果的にプレゼンする、訴求するなんていうのは、歯磨きするかのごとく鍛錬されてるから、だから俺から言わせれば、それこそさ、もう大きい会社でさ、役員プレゼンなんてもう十何人さ、上場企業の役員とかの前でプレゼンしたりするの、当然修羅場くぐってるし、そんなん考えたら、まあぶっちゃけた話さ、せいぜい俺のセミナー集まって5、60人ね、たくさん集まったところでそんなもんだから、簡単だよね。ちょっと小林さん、今度そのプレゼンスキルの完全版ちょっと教えてください、なんか不動産兄貴の非常識な投資額じゃなくなってきてるけど大丈夫な、あたくん非常識なプレゼンテーションでお願いします。はいよ、ありがとうございます。はい。